Hello! Today, we're adding some details to our tourist map. If we look at where Jan is traveling, we can see that they have good fresh fish, hot springs, and traditional houses. We'll use this map later to practice today's new expression.Today, let's focus again on this scene on the train. ありがとうございました。急いでいたので、買えなかったんです。東京からですね。それで、どちらまでいらっしゃるんですか？終点まで1枚ください。終点は新潟ですが、いいんですか？ええ、新潟までお願いします。はい、東京から新潟まで。はい、9600円です。はい、1万円お預かりいたします。はい、400円の釣りです。ありがとうございました。よかったですね。ずっとご一緒できますよ。どちらにいらっしゃるんです？ああ、海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。どちらにいらっしゃるんです？海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。The woman asked, "Where are you going?" Yan hadn't really decided that yet, so he said.海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。His response was, "Well, I'm just thinking of seeing the sea and visiting old houses and so on." The old couple thought it was a bit strange that Yan didn't have any definite plans.よかったですね。ずっとご一緒できますよ。どちらにいらっしゃるんです？ああ、海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。Anyway.These are just two of the things that Yan is thinking of doing, and there are other things as well. So, this expression implies, I'm thinking of doing this and that, but there are other things as well. このスキー場は行ってみたいですね。あ、そう、北海道。ね、北海道はいいな、行ってみたいな。綺麗なんですよ。雪がいいみたいですね。雪が。ここもいいんですよ。そこは蔵王だっけ？そうです。あ、蔵王ね。いや、私はもう全然スキーは経験ないから。そうですか。Okay, so let me ask everybody's plans for the weekend. 安藤さんはどこに行くんですか？私はここに行くんです。He's going to 新潟。スキーをしたり、温泉に入ったりしようと思っているんです。スキーをしたり、温泉に入ったりするんですか？いいですね。He's planning to go skiing and go to hot springs and so on. How about 児玉さん？児玉さんは？私はどこへも行きません。え？ He's not planning to go anywhere. So, what's he gonna do?私は家にいてテレビを見たり CD を聴いたり本を読んだりしようと思っています。 He's planning to stay home and do things such as watch TV,
listen to CDs, read books, and so on. Now, let's change scene and watch some interviews with people at an amusement park. ちょっとすいません。今日は何乗るんですか？ホワイトキャニオンに乗ったり、はい、ウェーブスインガーに乗ったりするつもりです。そうですか。あなたは？私は、この立ち乗りループコースターに乗ったり、ゴーカートに乗ったりしようと思ってるんですけど。はい。あなたは？私はこれに乗ったり、あとこれに乗ったりしようと思ってます。そうですか。どうもありがとうございました。僕は何に乗るの？ SL コースターに乗ったり、サーキットジャムに乗ったり、ロックンローラーに乗ったりするの。そう、どうもありがとね。すいません。今日は何に、ね、今日はですね、この子が小さいので、足かしょを見たり、観覧車に乗ったりしようと思ってます。あ、そうですか、はい、何？これも乗りたい。みんな全部乗りたい。みんな乗りたい。そうだよね。じゃあみんな乗ってきてね。どうもありがとうございました。They were using today's expression to say what they were planning to do, weren't they? The basic verb in this expression is する, which means to do. Some possible variations are したいんですが, I'd like to do things such as this and that.Or, できます。You can do things such as this and that. Okay? Let's hear some examples of these variations. いらっしゃいませ。はい。バードウォッチングをしたりテニスをしたりしたいんですが。ああ、バードウォッチングをしたりテニスをしたり。はい。あ、じゃあどうぞ。じゃあここはどうですか。バードウォッチングをしたりテニスをしたりできます。あ、いいですね。それに近くに湖があって釣りをしたりボートに乗ったりできます。ここは温泉もありますか？ああ、ここは温泉はありません。じゃあここはどうですか。ここは温泉に入ったりお寺を見たりできます。わあ、ここもいいですね。あ、そうそう、ここは近くにこんなところもあります。チンパンジーのショーを見たりいろいろな乗り物に乗ったりできます。ああ、いいですね。じゃあ私ここにします。あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあ早速。Did you hear how these expressions were used?見る、見た、見たり、入る、入った、
入ったり。乗る。乗った。乗ったり。する。した。したり。This tari is made by adding li to the ta form of a verb. Remember that you have to have at least two of these as a set when using them. I'll show you another useful variation. If you use しました here, you can report some of the things you've done. はい、子供さん、お土産です。あ、どうもありがとう。何ですか？おまんじゅうだよ、おまんじゅう。ああ、いいですね。見てください。こんなに写真撮りましたよ。おー。温泉に入ったりスキーをしたりしたんですか？ええ、それからソリに乗ったりスノーボードをしたりしました。あら、カラオケも？ええ、夜はカラオケをしたり、うん、ボーリングをしたりトランプをしたりしました。あー、楽しそうですね。ええ、楽しかったです。As you've seen, you can just pick two or three of the things you've done and imply that you've done many other things as well. 私もいろいろ写真を撮りましたよ。お、見せてください。楽しみだな。よし、どんな写真があるのかな。おお、こんな大きな写真が、ほら、ね、おー、あ、綺麗な写真だな。うわー、いろんなところ行ったんだ。ほら、バードウォッチングをしたりボートに乗ったりしました。楽しかったですよ。あれ、小柳さん、遊園地に行ったんですか？ええ、近くに遊園地があったのでいろんな乗り物に乗ったんです。こんなのに乗ったり、こんなのに乗ったりしました。あれ、ゴルフもしたんですか？ゴルフをしたり、ピンポンをしたり、テニスをしたりしました。うわ、それからバーベキューもしたんです。美味しかったですよ。いいなあ、もう食べたい。Here are some photographs from Ando-san's trip. Now, how can we say what he's done using today's expression?安藤さんはスキーをしたり温泉に入ったりしました。安藤さんはスキーをしたりカラオケをしたりしました。私はトランプをしたりボーリングをしたりしました。とても楽しかったです。
Okay? So, you can just pick any two or three things and mention them in any order you like. Anyway, I wonder how Kodama-san's weekend went. それがもう大変だったんです。とにかく洗濯をしたり掃除をしたりもう大変でしたよ。 Oh dear, he couldn't relax at all, could he? In fact, he was very busy doing laundry and cleaning and so on. Today's expression is useful, isn't it? Because you don't have to mention everything to say that you've done a lot.それはね、私だって温泉に入ったり遊園地で遊んだりしたいですよ。でもそんなことをするとお金がかかるから、せめて家でのんびりとして昼寝をしたりテレビを見たりしようと思っていたのに、朝からもう洗濯をしたり掃除をしたり、私はもう一日中情け、ちょっともっと先生、海の私のあたの話を聞いて。 Well, Kodama-san's complaining. Let's just watch today's episode of Yan's storyOnce again. いやいや、荷物を持っていただいたんで本当に助かりました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。 いいですよ。さあどうぞ。あ、いやいや、どうも。じゃあ僕はお茶でも召し上がりませんか。いや、もう指定席ですから。まあまあいいじゃないですか、こんなに空いてるんですから、ちょっとお待ちください。そうね、これをね、これ、あ、僕がやります。詳しい。ああ。なるほど。どうもなれないね。ママ、じゃあどうぞおかけになってください。どうぞおかけください。ね、どうぞ。あの孫がね、いるんです。あ、とても可愛いですの。ほら、この笑顔がなかなかいいでしょ。可愛い。いやね、もう孫に会いにね、あの東京へ時々出てくるんです。そうですか。召し上がってくださいよ。娘のおにぎり大変美味しいですから。いただきます。はい、恐れ入ります。乗車券を拝見いたします。あなた渡しましたよ。しっかりしてくださいよ、本当に。あれこれなんです、このね。あの、この上にありますよ。ほら、人のことを言いながら、まあ、いつでもこれですからね。はい、恐れ入ります。乗車券を拝見いたします。新潟までですね。はい、はい、ありがとうございました。急いでいたので買えなかったんです。東京からですね。それでどちらまでいらっしゃるんですか。これはどこまで行くんですか。あ、終点まで1枚ください。終点は新潟ですが、いいんですか。新潟までお願いします。はい、東京から新潟まで、ね、はい、9600円です。はい、1万円お預かりいたします。はい、400円のお釣りです。ありがとうございました。
よかったですね。ずっとご一緒できますよ。どちらにいらっしゃるんです？ああ、海を見たり、古い家を見たりしようと思っているんです。そうですか。なんかご心配事でも。おい、やめんか。岡田さん、何か言いましたか？いいえ。お客さんですか？はい、そうです。まあまあ、よくいらっしゃいました。さあさあ、どうぞこちらへ。はい。大変ですね。いやー、まったくこの辺じゃこの雪下ろしが大変なんですよね。ねえな、ほのくんね、この雪は降らないんだろう。はあ、あ、お客さんの国では雪は降らないんですかって聞いてるんですよ。あ、僕の国じゃ雪は降りません。だろう、気なれるんだな。まあ、まがおったな。おやほうにこの雪落とす一等がおってなや、うん、悪くすっとぎっくり腰はなすな。ゆんま、腰つけたがや。あ、雪の降らない国が羨ましいそうですよ。道の雪をどかしたり、屋根の雪を下ろしたり、まったく大変ですからね。さあ、お客さん、どうぞ。はい。ごめんください。お客さん、お風呂行ったんだがな。あら、お客さんいらしたんですか。お食事をお持ちしました。